マットさん多分 YouTube の収益だけで食ってんじゃないかって思われてる方も多いと思うんですけど、いや無理だから。それを考えると YouTube 一本で食っていくのは厳しいと思います。どうですか皆さん、もうちょっと稼いでると思ったでしょ YouTube で。これがね現実。皆さんこんにちは、マットです。さあですね、久しぶりのデートナー君です。さすがにそろそろちょっと動かさなきゃっていうことで、今日ねちょっと今から仕事の打ち合わせに行くんですけど、まあ片道50キロぐらいあるので、まあせっかくならちょっとデートナーを動かしてあげようかなと思うんですが、これ見てください、これタイヤドロドロだね。サーキット行ってからあんまり走ってないっていうのバレバレだよ。ちょっとね感動しちゃったんでね、一個ね喋らせてもらいたいんですけど、トライアンフ東京ベイさんの方ですね。まあ購入はねトライアンフ東京さんでね購入お世話になったんですが、姉妹店の東京ベイさんの方で1年点検出したんですよ。1年半以上経ってね1年点検出したら、普通って点検ってまあいろいろこうチェック項目をこうチェックしてくれてあるだけだと思うんですけど、ね、ちょっとで、ね、東京ベイさんでね、点検出したらね、足回りのね、グリスアップすごいしてくれてるんですよ。だから引き起こしのこの取り回しがすっごい軽くなって、これがちょっと感動したんで、東京近郊のね、トライフ大野さん、朗報ですっていう。足回りグリスアップまでしてくれるのは、点検の値段はもちろんね、一緒なんですけど、ちょっと感動したな。まあ、こういう細かなサービスって意外と、ああ、今ね、鍵がね、なかったんですよ。今ね、鍵がなかった。あ、これ家の鍵、ありました。ありました。ありました。いや、こういう細かいところのサービス、そんなところまでやってくれてるんですかっていうのはね、ちょっと嬉しいですよね。あれだな、全然走ってないからピッカピカだな。それでは行きましょう。はい、ということで改めまして皆さんこんにちは、マットです。さあデートナーモト2765くんもね動かしてあげないと拗ねちゃいますからねということでね、今走っておりますがね、ちょっとね皆さん申し訳ないなと思ってるのが、独立してからまさかの忙しいんですよ当初はマットの YouTube もなんか週2くらいの更新にしたいから、まあ仕事辞めてねフリーになって、それで YouTube もね週2ぐらいに増やしていこうかなと思ったんですが、嬉しい悲鳴なんですよ。嬉しい悲鳴なんですけど、なんでこんな仕事の依頼来るかなっていうぐらい、そうですね、今結果的には今多分サラリーマンの時より忙しくさせていただいてますね。まあ結構僕そのマットの名前のまま仕事しちゃってることもあるんで、クライアントさんとかもねこの YouTube 見てる方もね多いと思いますけどね、本当にありがとうございます。おかげで忙しくさせていただいてます。はい、ということでですね、今回はね多分結構皆さん気になってるんじゃないかなと思うんですが、独立してどうよという話とね、まあ、YouTube の収益とかさ、ぶっちゃけどうなのバイクってとかっていうのを喋りたいだと思うんですが、まあね結論から言うと、僕はですよ、 YouTube はやるべきだと思っていて、そう、自分で何かアクションを起こしたいと思ってる方々にとっては YouTube はね絶対やった方がいいと思う。これはねまず結論なんですよ。そうですね、だからこそまあ皆さんにもね見ていただきたいんですけど、レボーグのね動画、たまたまこうスバルさんからちょっと車両をお借りできるタイミングがありましたので、レボーグで CM のようなね動画を作ったり、たまに僕自身でもね PV チックな動画を上げるようにはしてたんですけど、まあ好きだからもちろんやってるっていうのもあるんですけど、何が言いたいかというと、別に再生数とかではないんですよね。まあ再生数が、まあ、あればね収益も増えるんで僕自身もハッピーなんですけど、あれがポートフォリオになるわけなんですよ。そうなんです、あれがポートフォリオになって独立して、まあ人づてに結構仕事の依頼をいただいてるんですが、映像制作としてで仕事を何かお願いできませんかっていう結果になってるんですね。だからあそこにずっとレボーグの動画とかをトップに今固定で貼ってた、まあ北海道の時は北海道ツーリングの動画貼ってましたけど、レボーグの動画を今ね YouTube のこうトップにねこう固定で貼ってるっていうのは、まあそういう狙いがあってね、実はね皆さんに見てもらいたいっていうのもあるし、拡散もしてもらいたいし、まあ自分自身のねこう仕事につながってるので、まあ映像制作は一番でかいと思うんですが、僕がやりたかった仕事としてバイク系のライターになりたいとか、別にバイクだけに限ったことじゃなくていいんですけど、ジャンルは、まあ、何か自分でアクションを起こしたいな、まあ、インフルエンサーっていうね肩書きでもいいんですけど、そういった人たちはねやっぱね YouTube をね始めるべきだと思います。まずねそれが今回のね独立し半年どうよっていうので、まあ忙しくなってきちゃったんですよね8月から。ありがたいことですけどねっていうのと、やっぱこう今後何かをねこうアクションを起こしてやっていきたいって考えている方々にとっては、やっぱ YouTube 始めた方がいいよっていうメッセージをね、まあ僕から伝えたいなと思ってまして、で多分なんですけど、
結構このマットライダージャパンのマット、僕ですね、僕のことを昔から見ていて、マットさん多分 YouTube の収益だけで食ってんじゃないかって思われてる方も多いと思うんですけど、いや無理だからまあ忙しくてね、週1だけしか上げてないっていうのもあるんですけど、最近再生数そこまで回ってないし、今月の収益なんか月5万前後ぐらい週1で上げてきてこんなペースなんですよね。だから YouTube だけで生活しようとすると、僕のチャンネル規模でもまず再生数回さなきゃいけないんですよ。再生数回さなきゃいけないプラス週1更新だときついから、まあ最低週に週3は欲しいですよね。ってなるとバイクネタだとやっぱこう外に出ないといけないじゃないですか。だから結構厳しい。だから1日本当にバイク YouTuber でやろうと思うなら、そうですね、1日2、3本撮りはしたいですよね。そしてそうですよね、だから試乗動画とかは結構伸びるコンテンツではあるんですけど、で本当にシビアに YouTube を伸ばすっていうだけであるなら、僕あれ試乗する必要一切ないと思ってて、まあ僕とかはね、今嬉しいことにあのメーカーさんから直接ねがっつりお借りできてがっつり乗ることもできるので、それがあってね、仕事の間の息抜きにね試乗動画撮らさせていただいて楽しませていただいてるんですけど、本当に大きいどのメーカー様を使っている例えばショップさんとかと長くなって車両紹介っていうことでひたすら乗らずに車両だけ、新型の車両だけ紹介していくと結構伸びると思うまあ僕はそれをね自分の YouTube でやりたくないからやらないわけではあるんですが、まあそういった風にね伸ばす方法はねいくらでもあると思うんですよね。でなんでこういう話をしてるかっていうと、まあ仕事として YouTube プロデュースみたいな感じなのかな。まあ結局動画撮影編集パックでねセットでね請け負ったりしますからね、まあ、YouTube プロデュース的な仕事も結果的にはやってるので、純粋にね映像作るだけの仕事であったり、まあ、YouTube 的に見て企業さんともうちょっとこう伸ばした方がいいんじゃないですかっていうなんか仕事に今つながってますマット単体のね収益は今月ね5万ぐらいなんで、それを考えると YouTube 一本で食っていくのは厳しいと思いますよ。どうですか皆さん、もうちょっと稼いでると思ったでしょ YouTube で。これがね現実的ですよ。週一の僕のチャンネル規模と再生数の回ってる収益、これが現実的ですこの YouTube って夢があるんじゃないかと思わせてね現実を突きつけるっていうね、この僕のスタイルねまあでもね、こう YouTube でこうなんか動画を発信していこうって思ってる皆さんのね、こう一つの指標になればいいかなと思ってこの動画を作ろうかなと思ったんですよね。今日喋ってると首都高のさ分岐を間違えそうになるんですよねいつもあ間違えたってね。そう首都高で思い出した。まあこれフリーの愚痴なんですけど、フリーになって打ち合わせとかに行ってもこうやって首都高でねクライアント先まで移動するじゃないですか。まあ僕はバイク好きなんでバイクで行くこと多いんですけど、雨の日は軽自動車でねバーっていつも首都高走ってるんですけど、6月だか7月のね ETC 代がね、なんか ETC だけで6万近く行ったんですよ。死ぬぞこれと思って燃料費別ですから。まあここはねちょっとねフリーのやり方がまだまだ僕は半年ですから、やり方がねうまくないのかなとか思っちゃうんですけど、まあ打ち合わせ費用でね少し交通費別途請求しちゃったりとかしてもいいのかなってね最近ちょっと思ってるんですけどね。まあそんなねフリーの愚痴もありつつ、でも結構やっぱ YouTube でこういう風にポートフォリオにしてやってると、もうピンキリの仕事の依頼をいただいてまして、中にはね動画を撮影編集1万円であ違う、最初言われたのね撮影編集5000円でやってくださいって言われて、ふざけんなってさすがに言いますよね。僕もで、まあ副業だったらいいかもしれないけど、フリーで5000円で撮影編集はふざけんなよとかと、さすがにちょっと切れそうになりましたからね。まあそれでもまだ単価はね安いかなとは思ってるんですけど、大型の仕事でもう本当1年ぐらい先までの仕事をいただいてるんですよ。それだけの仕事でもまあ生活はできなくないなみたいな感じなんですよね、全部自分でやるならっていうのも。そうなんですよ、作業量的に最近自分一人でやるっていうのがかなり厳しくなってきて、それで忙しい忙しいって言ってるんですけど、なのでこう仕事で受けてきた動画の撮影だけ僕がやっちゃって、編集をアルバイトで編集やってくれる方に振るっていう今もう段階なので、なんかどんどん仕事が増えそうな傾向なので、まあ、編集だけ外部の方にお願いするっていう段階ではあるんですよね。もうただここはちゃんと外部の人に指示して やらないといけないので、まあ、ちゃんと指示するんですけど、マットの動画とか僕みたいな YouTube の動画ってなかなか外部に投げにくいなってい いうのがあるんですよね。だからマットの動画は相変わらず自分一人で動画編集してますね。スカイツリーが見えております。私は今横浜住まいなので、今日のね打ち合わせ現場はね千葉の方なんでね、もう東京突っ切って真逆の方へ今進んでますよ。あとは元ネクストですね。元ネクストもねあれまあ動画制作のチームとして仕事を受けられるといいなっていう狙いもあるんですけど、あれはまあ単純にね僕の友達とか YouTuber さんたちでねバイク系の
まあ、純粋にツーリングの動画を発信していこうよっていうのであれは始まってるんですよね。正直あれは皆さんにこうお金を返ししてるってことが今まだできてない、ね、段階なので、あれはもうシンプルに YouTube の収益からこう参加してる皆さんにちょっとずつこうねお金を返金していくので、ぜひね皆さん応援していただきたいです。あれはもうそういうシステム、もう全部僕ここで言っちゃいますからね、そういうシステムだから、もう本当あれはもうみんながほぼボランティアみたいなもんで参加してもらってるので、まあそういうのでも OK だよっていう方はね、ぜひね連絡もお待ちしてますので、本当ね参加メンバーの方にはね感謝しかないんですけど、まあそういった狙いがあるんでね、元ネクストは純粋に僕がこう YouTube 内でやりたかったことをみんなで集まって一緒にやりませんかって声かけたって感じですね。もともとはやりたかったし、やっぱりこうどうしても個人の YouTube はちょっとねやっぱ再生数はね伸ばしたいからね、インプレ動画とかが多くなってくるから、ちょっと一回立ち止まって元に戻らないっていうので、やっぱみんな同じ思いを持っていたみんなが集まってくれたっていう、そんな感じなんですよね。だから初期メンバー結構ね強力なメンバー揃ってますけど、初期メンバーのみんなで一緒に始めたっていうのが元ネクストなのでね、ぜひねあれは収益化とかね全然まだできてないですからね、4000時間が長すぎる YouTube ので収益からみんなにちょっとずつねやっぱかかってくるガソリン代とかねあるから、そういうのはねやっぱ返していかなきゃと思ってるので、ぜひね皆さん動画とチャンネル登録元ネクストよろしくお願いします。僕の YouTube の再生リストからもね回収できるように今してるんですよ。なるべくこう多くの人に見てもらって、なるべく早くこうね無償で動画を提供してくださってるみんなにちょっとずつお金を返していかなきゃと思ってますんでね、参加してくださってる皆さんとやっぱそれをね応援してくださってる見てくださってる皆さん非常に感謝しております。ありがとうございます。ここのさこの堀切の合流、ここ一番嫌い都民とかさつくばとか茂木行くときに毎回ここのね合流嫌いと思って合流してくんですけど、怖いっすよねこの堀切のこの合流。はい、ということでマットのね近況報告としては、おかげさまで忙しくなってまいりました。そうですね、まあそんな話がありつつ、まあ嬉しい悲鳴ですけど、結局またマットライダージャパンの更新頻度は週1に戻りつつあるっていう、まあサラリーマンの収益はもう超えましたよね。給料はね悪くなかったから、じゃあなんで辞めたのって言うと、やっぱねデスクワーク、机の上にずっと座って、いや言い方悪いですけど変化がない日々を過ごしてるのがもうどうしてもダメで、性格的に給料はいいけどそこで本当にこれが自分がやりたいことなのかっていう風になったんですよね。その独立するにあたって元から副業時代でねこう仲良くさせていただいてる企業さんが、ダメだったらうち来ればいいよっていう企業が3社以上あったから、じゃあ思い切って仕事辞めてみますっていう、やっぱそういったね周りに助けられて独立できたっていうのもフリーになれたっていうのもありますよね。サラリーマン時代より結果忙しくなっちゃったけど充実はしてる、だし好きな仕事だから休みなくてもやれちゃうんですよね。全然苦ではないですね。いつもツイッターでやべーっつって全然仕事終わんねーとか言ってるけど、まあ苦では大変だけど苦ではないんですよ。まあようやく仕事の話が来始めて、動き始めて、収益もついにそうですねサラリーマン時代超え始めて半年で、理想はねやっぱサラリーマン時代の収入プラス副業でやってた収入に追いつくことなんですが、そこはねまだようやくそのベースの収入を抜き始めた段階なんで、まだまだねこう頑張らなきゃいけないなとは思ってるんですが、動画編集の仕事は大変です。撮影から編集までって考えると、まあそれはね多分 YouTube 他の元ブロガーさんとかもね動画編集したことある方は分かると思う。それで1万円で動画作ってくださいってふざけんなでしょ本当そうですよ。まあ YouTube で人生が変わったっていろんな YouTuber さんが、あれは多分 YouTuber として成功してる例だと思ってるんで僕はが言ってますけど、まあ僕も完全にその YouTuber で成功してるわけじゃないけど、 YouTube を始めた結果自分のやりたい仕事につながってるので、まあそういった面ではね始めてよかったなってやっぱり思いますね。っていうのをね今回のね動画のまとめとしてこの辺でね、まあご報告ですよね。今週のすいませんネタがないので今週はこれでご報告させていただければなと思います。あーそうだ、忘れてた今週はまだ発売されてないのか、今週はまだ発売されてないんですけど、今月末かに発売されるおそらく10月号なのかな、ライダーズクラブの10月号で、まあ、元ネクストを絡めてマットをね取材していただいてますので、まあ、そちらもねよかったらね今月末発売のライダーズクラブさん購入もぜひねよろしくお願いいたします。忘れてたし多分告知するタイミングないだろうなと思ってここに今ぶち込みました。なのでねぜひねそちらもよろしくお願いいたします。ご視聴していただきましてありがとうございました。じゃあねー。